今年初めて誕生日を迎えられたベネットさんですが、現在とんでもないバグが起きているのはご存知でしょうか。まずはこちらの映像をご覧ください。皆さん、この違和感に気づいたでしょうか。そうなんです、ベネットの歯が欠けているんです。これなんでってなる方多いと思うんですが、どうやら 4.4 でカズハの歯が欠けるバグがあったみたいなんですが、これと同じバグがベネットに起きてしまったようです。なんでベネットなんでしょうか。やはり不運のせいでしょうか。間抜けに見えるので早く修正してほしいですね。